えー、今日の話はあ筑波大学の名誉教授のですね村上和夫先生のな、まあ、な人とと組異質な経験をすするという話です、えー、アメリカの大学ではですね7年に一度アメリカにずっと留学した先生ですからサバティカルという休みを先生にくれると、まあ、それはリフレッシュのためであると、まあ、定期的にこういう機会を持たないとですね新しい発想は湧いてこなくなると。 つまり、ですね、まあ、このサバティカルでもなくじ,ゃじ,ゃじゃなくてもですね、ずっと同じところで同じ仕事を続けているとですね、付き合う人も見聞も皆同じになってしまうよと、まあ、だからよく大企業とか公務員の人でも同じことをずっとやっていくとですね、発想がどうしても固定化してしまうよとで日本の大学の先生も終身雇用年功序列に守られていて、まあ、それでもやっていける時代が過ぎ去ろうとしているんだと。 まあこの競争社会契約社会のアメリカではですねずっと昔から3年ごとぐらいにですね一定の成果を上げないと身分を保証されないという厳しい状況があったとでこの村上先生はですねナイトサイエンスということを言ってますナイトサイエンスを進めるためには研究室から出ていろんな人と交わることで刺激を受けたり情報を得たりすることが非常に重要になってくると、まあ、ナイトサイエンスというのはですね直感と感性の科学と言ってます でデイサイエンスというのがですね、まあ、いわゆる昼間の、えー、サイエンスですけれども論理と知識とそういう科学ですねで、まあ、これは、まあ、ノミュニケーションとかそういうこともあるわけですけれどもそういうパーティーに出かけるとかということもナイトサイエンスですで外に出てコミュニケーションをとることで自分の思いを相手に伝える、えー、そうするとですね、何かが返ってくるよという話なんですねで えー、まず他人と組むことの重要性、まあ、特に今の時代はですね、まあ、スピードが速い IT だとか異分野のすごい、えー、分からないこともあるそうすると一人では尊いできない時代なんですね入ってるとそうすると範囲も広がってるとそうするとじゃあ自分にはないものを持った人と必ず組んだ方がいいよと異質の考えということもありますで物事を秘密にしておけない立場ってこれはまあ村上先生が言ったんですね自分のアイデア計画などをどんどん他人に話してしまうと。 えー、よくですね、まあ、これ秘密だとかってよく言ってる人がいますけれども、ノウハウだとか、まあ、そんなことはんあんまり大したノウハウじゃないよと、で多様性が大事で、まあ、これは自分の考えたもののアイデアをけっちりはですね他人からもアイデアをケチられるんだよと、投げかけたものが返ってくるんだという、物理でいう作用と反作用の法則なんだよと,という話なんですね、まあ、それはですね例えば、多様性にもつながるわけです。ダイバーシティですね性別年齢国籍 まいろんなあまあ、えー、あのところを乗り越えてですね多様性が大事だと今よく言われています、えー。そういうことを考えていくことがこれから大事だよという話です。じゃあ今日これであります。